鬼は外、福は内、鬼め打ち取ったり。何のお知らせなのでしょうね、これ。季節が変わるっていうお知らせだよ。もともと節分ってのはね、ここで季節というか年が変わるよっていう、そういう分け目ですからね。さて、今年もやってまいりました豆まきのイベント。今回も福豆を集め、豆まきボイスを聞いていく。さらには新しい啓示まで、こんちゃんが鬼の面をかぶっている。日常の庭、節分、おっきいかんのすけ、こちらも豆まきボイスが聞けると。こちらも復刻、すでに持っている人は同じもの、遠豆兵、闘争で作って、敵闘争の鬼へピシピシとぶつけ、体中の穴という穴に豆を突っ込んでやると、あいつらは嫌がってくれる。お札を使うといっぱい作れるけども、そこまでしなくても十分かな。こちらが元々の節分の啓示、すでに聞いてはいるけども、鬼はそっと、豆は大量にあるからな。あ、好きなだけ食え。種をまくのとか、おかわりもいいぞ。豆もうまくまけてますか。鬼ヶ島まですいすいっと。鬼ヶ島じゃないけど、鬼がたくさん、すいすいやっつけていきましょう。で、こちら側の道は短いけども敵が強い、こちら側の道は敵は弱いけどステージがめんどくさい、多いですね。押します。鬼であろうと一撃で、焦って飛び込まず、一撃でいけるかな。下の担当たちだったら一撃でいけそうだけども、テイクオフ、容赦はしません。いきますよ。隙を誘って、これでどうだ。子供殺法、懐潜り、一撃でいけましたかね。これでどうかな。このイベントはね、闘争で鬼たちをやっつけるのが肝となります。福豆をゲット、そして豆であいつらをやっつけた、その数が大事になってくる。そしてすでに200体の撃破を突破。イベント更新日に動画を更新しなかったのは、先にこの啓示をゲットしたからにしようと思ったからなんですね。かわいい。そしてこちらには恵方巻きも、恵方巻きを流行らせようとする市場の策略、大嫌い一度も食べたことないんですよね、恵方巻き。それが子肉らしいからです。さて、新規に豆まきボイスが実装された刀剣男子たちの、聞いていきましょう。鬼は外、へへー、お手製の豆鉄砲も用意してあるわけ。この辺りにたくさん残弾があるのかな鬼は外頑張った。うん、鬼など、これは鬼より恐ろしい相棒の槍すごいテンションでいったな。これは誰々の分みたいなぐらいに思いを込めてぶん投げたね。鬼は外じゃが入り込むと蝕む。じゃがいもが入り込むとってことか。鬼は外、福は内。これは我がやらねばならぬものだったのか。やれよ熱。鬼は外、福は内。一撃じゃないけど、役も退散できたかな。ショットガン状に三段としてってことか数打ちゃ当たるぜ。この際だ、鬼も打ち、福も打ち。
童心に帰った。はて、そのような頃などあったか。三日月なりのわんぱくキャッキャ時代か。今でもその気はなくはないけどな。鬼は外、福は内。鬼め、打ち取ったり。どやー、うん、ご苦労。まああと一人刀剣男子ゲットしてないやつもいるんで、そいつのね新規はあるけども、まあいずれってことで来年の節分には聞けるかな。さて、こんな感じで今回の更新分はおしまいかな。ツイッターの方を見ていきましょう。お、2月の今後の予定。2月に入り、今やってる豆まきのイベント、ログインプレゼント、これは前もあったやつですね。戦力拡充計画、やったね、強化していこう。レベル上げ、勤しむぜ。次のこの薄いも、これも、復刻かな。江戸城潜入調査で、やったー、秘滅る一文字、宝箱から、ありがとうございます。ありがてえ、ありがてえ。秘滅る一文字が、キンキンに冷えてやがる。まあ、蔵の中はね、だいぶ涼しいだろうからね。で、3月に入ったらスマホアプリ版が7周年と、いいっすね。そっちの方のイベントもあるかな。そして、新たな極め、誰だろうね。楽しみだ。3月といえば、映画の刀剣乱舞の続編もやるね。舞台が現代2012年っていうね。いろいろとびっくりだね。あの仮の主たちがね、バリエーションに富んでて面白いね。まあなかなかチャレンジングな脚本になってるんじゃないかな。うん。まあもちろん見に行きますよ。ムビチケはそんなに惹かれなかったんで、あの特典グッズとか普通に見に行くだけです。で、ちょうど今日なんですね。刀剣乱舞無双1周年記念イベント、1周年おめでとうございます。ライブ配信まだまだお求めいただけますと。なるほど、この動画が上がった頃にはもうちょうどやってるぐらいか。どうなんだろう。トーラブ無双ね、まだやってないんですよね。まあいずれな。よろずや本舗京都支店、おお、新しくオープンするんだ。渋谷パルコのもまた行きたいな。ちょいちょいね、あの奥の撮影スペースのところが、あのこういうね、小物がいろいろ可愛いの置いてあったりして、置くものが変わったりしてでね、面白いよな。グッズ情報ありの、あ、これですね、予告 PV が出てましたね。そういえば源氏の2人は極めで出てたね。うん、だからあの仮の主はだいぶやり手ってことかな。ちゃんとレベリングさせてあげたんだね。で、つい勘違いしたのが、映画の方の刀剣乱舞って、舞台刀剣乱舞の方のキャストをがその推しとなってるから、その舞台の方の内容と混同しちゃうと、あれ長谷部って極めになったようなってね、勘違いしちゃうけども、映画の刀剣乱舞の本丸と舞台の本丸はまた別だよね。うん。で、まあ俺の好きな身の本丸はもちろん別だし、キャストもね、そう、そっちのキャスターは詳しいんだけど、舞台の方のキャストって全然詳しくなくて、うん。まあそういう点では、身の方で見慣れた刀剣男子がこっちの方でね、また別キャストとして出てくるんで、新しい発見もあるだろうから楽しみだな。映画で言えば、トーラブと関係ないけど、2月にあのブルージャイアントの映画があるから、それもね見に行きたいんだよね。お、そうそう、さっき言ったね、こういうのですよね。日常の庭、節分にいいね。ただ負けないかな。明日までだ。帰りちょっと寄ろうかな。ま、もろもろアリーノ。うん、最近この辺りのさ、紹介コーナーだいぶ雑になってますね。いいんですよ。気になったら見てください。ざっと流しておいて、あ、これ気になるってのがあったら、改めてね、そこの、しっかりと熟読していただけたらなと。それでは今回はこの辺で終了。きっと大金平は、この恵方巻き、3本一度に行くんだろうね。頑張れ、大金平。